どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。俺的映画速報第42回。俺的映画速報では国内映画興行収入トップ10と気になる映画ニュース3本をピックアップしてお届けしてまいります。はい、そしてね、9月28日、29日の国内映画興行収入ランキングが興行通信社より発表されています。それがこちら。9月最後の週末は新作のランクインは1本のみで、作品の大きな入れ替えはなかった。首位は政界コメディ記憶にございませんが3週連続で堅持。週末2日間で動員18万5千人、公衆2億4700万円を上げ、累計動員は179万人を突破し、公衆は間もなく23億円に達するということで、いやもう絶好調ですね。まさか3週連続残るとは夢にも思いませんでした。いや、記憶にございませんは僕の動画でもレビューしていますので、ぜひそちらをチェックしていただきたいんですけど、数ある三谷幸喜作品の中ではね、もうかなり出来がいいというか、僕の中ではラジオの時間に次いで2番目に面白い作品となってますけど、皆さんはどうですかね。三谷幸喜作品どれが一番好きですか。もしよろしかったらコメントに教えてください。なんといってもね、三谷幸喜作品、映画作品の最大の魅力は役者陣ですよね。もう脇役に至るまで超一流の役者、キャスト陣が揃ってますからね。なんだろう、NHK の大河ドラマみたいな布陣で、毎回楽しませていただけるんですけど、脚本の力、シナリオの力も大きいと思うんですけど、やっぱりね、今回は特に、確かにシナリオすごく面白いし、よくできたシナリオだなって感心するんですけど、それ以上に役者さん、特に主演のね、日本の首相を演じた中井貴一さんの存在が抜群に光ってましたよね。いや、これさ、他の役者さんだったらどうだったんだろう。例えば役所広司とか、渡辺謙が演じていても、このクオリティ、この面白さが、再現できたんでしょうかね。ちょっと興味ありますよね。以前も何度かね、この動画でも言ってるんですけど、三谷幸喜が以前十何年前にね、ドラマで日本の首相を主人公にした総理と呼ばないでという作品を手掛けているんですけど、その時内閣総理大臣を演じたのが田村正和さんだったんですけど、田村正和さんまだご存命なんですよね。いや、つい最近僕ね、もう亡くなってたとか勝手に勘違いしてたんですけど、まだご存命なんですけども、引退されてたのかな。田村さんはね、田村正和でね、なかなか味のある内閣総理大臣を演じていたんですけど、いや、これ他の役者さんがやっていたら、いわゆる大物の役者さんがやっていたら、どうなってたのかなって、ちょっとね、興味があります。はい、そして第2位はラブコメ「かぐや様は告らせたい」。天才たちの恋愛頭脳戦がキープして続き、週末2日間で動員10万6千人、公衆1億3000万円を上げた。累計動員は142万人、公衆は17億円を超えているってことで、いや、これもどちらかといえば思わぬヒットなんじゃないでしょうか。こんなにね、ヒットすると思ったのかな。2週連続2位、2週連続ですよね。2位は大したもんですよ。いや、3週連続になるのかな。3週連続2位になるのかな。そうですね。で、初週は1位でしたからね。で、まだ2位をキープしているってことで、いやー、そんなにこれいいんですか。ちょっと見る予定もないし、見るつもりもないんですけど、橋本環奈ちゃん人気なのか、それとも原作人気なのか、それともこのね、アイドルの男の子が人気なのかね、ちょっとよくわかんないんですけど、どうなんですかね。で、今週11週目に入った、なんか赤ちゃんとか妊娠してるみたいだけど、公衆11週目に入った天気の子は週末2日間で動員8万5千人、公衆1億3300万円を上げ、順位を1つ上げて3位に再浮上。累計動員は997万人、公衆は132億円を突破した。人間失格太宰治と3人の女たちも4位に順を上げ、累計動員は69万人、公衆は9億円を超えています。アナベル資料博物館も8位にランクアップしている。で、新作なんですけど、任侠学園は、ね、今野敏さん原作の小説、任侠学園の映画作品なんですけど、こちらは9位に初登場。社会奉仕がモットーの地元密着ヤクザたちの奮闘を描いた今野敏の人気小説任侠シリーズを西島秀俊と西田敏行のダブル主演で映画化したコメディということで、27日より全国186スクリーンで公開されております。任侠学園か。今週もね、見たい映画担当ありますからね。本当はこのね、任侠学園も見たいは見たいんですけど、本野敏先生のね、原作小説っていうのもあるし、見たいは見たいんですけどね、手が回るかどうか、ちょっとね、予定が取れるかどうかなんとも言えないです。なお、5位、アド・アストラは、累計興収5億円に迫り、7位、劇場版オッサンズ・ラブ、ラブ・オア・デッドの累計動員は175万人、興収23億円。10位、ライオン・キングは動員460万人、興収65億円を突破しています。とのことで、まあまあ何度も言いますけど、アド・アストラはね、思わぬこけてしまいましてね、累計まだ、5億円ですか。ちょっとブラッド・ピット主演の大作にしてはね、寂しいですよね。オッサンズ・ラブがね、意外に強い23億円ですもんね。で、ライオン・キングは、まあ、興収65億円ということで、まあ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 、ね、さすがはライオン・キング。もうちょっと正直伸びるのかなと思ったんですけど、アラジンをもうね、100億円はるかに突破してますから、それを思うとね、ライオン・キング、ちょっとね、寂しくないかと思うんですよね。ディズニーの、ある意味キラーコンテンツの一つですからね。いやー、アラジンに比べると、弱いかなー。やっぱ何が弱いのかなと思うと、ライオンキングは、まあストーリーとかね、まあ、ともかく、楽曲が弱いんじゃないか。やっぱアラジンは楽曲がいいですからね。あと人間が出てこないっていうね、完全に CG にしてしまったことにより、なんかリアルに近い動物っていうことで、アニメーションの親しみやすさもかなり薄まってしまったことが原因の一つなのかもしれませんけど、まあ、今後のディズニーのね、今後の課題になるんじゃないかな。これからディズニーは実写の CG アニメーションをね、たくさん作っていくことになるんですけど、この実写 CG にしたことでお客さん離れがね、観客離れを起こしてしまうっていう、ある意味、その大きな一つの典型例となってますから、何でもかんでも実写 CG すればいいというわけでもない。やっぱりアニメーションにはアニメーションの良さがあるし、アニメーションに合う作品もあれば CG に合う作品もあるってことでね、ディズニーは今後吟味していかなければならないのかなと思います。まだね、とはいえね、ディズニー今後もね、対策控えてます。実近にはね、マレフィセントの続編、マリフェセント2がもう10月にね、予定されてますから、どうしようかな。まだ僕ね、1見てないんですよ。一応1を見て予習してから見に行くかもしれないし、行かないかもしれない。まあ、特別ね、正直僕ね、ディズニーの映画あんま好きじゃないんですよね。なんかあんまりディズニーの映画ってね、興味ないんだな。とまあね、今週の興行収入ランキングはこんな感じになってますけど、いかがだったでしょうか。完全にね、落ち着いちゃってますけど、また10月に入ってからいろんな映画、まあ10月以降はね、もうアカデミー賞を意識した作品が入ってきますから、なかなかね、楽しみな作品多いですよ。まあどちらかというとね、夏休みは子供向け、ファミリー向けが多いんですけども、これからしばらく冬休みまでは大人向けの作品が中心に映画館ではかけられるので、一番ね、1年を通して一番こう濃密な映画の季節、ね、すごく楽しみなんだけど、そういう時に限って連載とかいっぱい入ってきたりして忙しくなるんですよ。もうほんと毎年そう。はい。というわけでね、次は一応ね、毎週恒例、ミニシアターの興行収入ランキングを発表していきます。トップ5ですね。今週はこんな結果になりました。はい。今週も入れ替わりが激しいミニシアター映画興行収入ランキングトップ5ということで、第1位は Once Upon a Time in West ということで、これはね、イタリアの巨匠セルジオ・レオーネ監督が1968年に取り上げた傑作西部劇巨編ということで、この映画は、まあ、リバイバルですよね。日本では1969年、僕が生まれた年ですよ。1969年にウエスタンという放題でオリジナルより20分以上短い2時間21分版での公開となった本作が、50年の時を経て、2時間45分のオリジナル版での本邦初の劇場公開が実現しました。大陸横断鉄道が敷設され、銃とロマンの西部開拓時代が終焉を迎えようとしていた時代を舞台に、相続した土地の利権をめぐって男たちの争いに巻き込まれていくヒロインの運命を壮大なスケールで描くっていうことで、これイタリアの映画なんで、いわゆるマカロニウエスタンってやつになるのかな。まあ、あれですよね、イタリアも節操ないよね。だって西部劇ってアメリカの物語じゃないですか。それを無理やりね、当時ね、西部劇がね、儲かったんですよ、やたらとね。だから、とりあえずうちでも西部劇作っとけみたいな感じでね、まあ、イタリアを舞台にイタリア人の、俳優を使って、西部劇を無理やり作ってね、まあ、それをね、イタリア製の西部劇、通称マカロニウエスタンと呼ばれたわけで、案外ね、節操ない、パクリみたいな感じで作ってるくせに傑作が多かったっていうね、なんだっけ、クリント・イーストウッド監督のね、ありましたよね、マカロニウエスタン。確か、そう、夕日のガンマンとね、夕日のガンマンっていうのがあるんだけど、サッドヒルを舞台にした、サッドヒルとの、決闘を舞台にした夕日のガンマンがやっぱり有名じゃないですか。そのサッドヒルを再現したドキュメンタリー映画、サッドヒルを掘り起こせだったっけ、そんなタイトルの映画のドキュメンタリー映画、僕の動画レビューでも、僕の動画でもねレビューしてますので、ぜひそちらもねチェックしてみてください。そして、初登場第2位は劇場版「そして生きる」。劇場版ということは何、原作なんか漫画か何かあったんですかね。解説を読むと、ワウワウの連続ドラマとして放映されて好評を把握した岡田義和脚本のヒューマンドラマ全6話を再編集した劇場版なんですね。へえ、テレビドラマの再編集劇場版って、あ、そういえばさ、先週、前々回ぐらいにも温井徳郎さん原作の小説で、ドラマ化された「乱反射」っていうのがあって、それをまた再び再編集して映画館にかけるっていうのありましたよね。これどうなの、だけどドラマを再編集して劇場版にするって、もう一回ね一からちゃんとね作り直してほしいよね。リメイクにもならない、リメイクにもなってないもんねこれ。例えばテレビゲーム「バイオハザード」とかでもさ、バイオハザードの1作目を、HD リメイク、HD 版リメイクとかさ、するんだけど、これ再編集だから、もう HD リメイクにすらなってないよね。こんなんでお金取るってのはちょっといかがなものかと、いわゆるただのさ、ディレクターズカットじゃないですか。でストーリーは東日本大震災でのボランティア活動を通して出会い、恋に落ちた一組の男女がたどる過酷な運命を軸に、彼らと周囲の人々が織りなす愛と宿命の人生模様を切なくも力強い筆致で綴る。主演はナラタージュの有村架純と坂口健太郎っていうことでね。もうこのさ、役者さんたちが切ない感じなんですよね、もうすでに。いやだけどね、もうテレビとかで放映されたドラマを再編集して映画館にかけるっていうのはね、ちょっと志が低いんじゃございませんかね。はい、というわけで第3位は前回1位だったね。エイスグレード世界で一番クールな私へということで、シャイで不器用な女の子が中学卒業前に自分を変えようと悪戦苦闘する姿をリアルな筆致で描き、数々の映画賞を賑わせるなど全米で高い評価を受けたほろ苦くも愛おしい思春期コメディですっていうことで、いやこれね見たいと思ってたんですよ。結構評価も高いしね、ミニシアター系の映画で新宿でもやってたかな。これちょっとね見たいかなと思っているんですけど、ちょっと時間取れそうもないんでね、見ないかもしれない。いやー最近ねランキングに出てくるミニシアターあんま見れてないんですよね。そして第4位も初登場、大脱出3。シルベスター・スタローンが脱獄のプロでセキュリティのエキスパートを演じる大脱出シリーズの第3弾。今回は全てが謎に包まれた秘密監獄悪魔砦を舞台に、囚われた社長令嬢の救出作戦の行方を描く。世界的ハイテク企業の社長令嬢ダヤが何者かに囚われ、かつてダヤの身辺警護を務めていたシェーン・ローが脱獄のプロレイ・ブレスリーに助けを求める。やがてレイの旧友がデイの旧友デローサがダイヤの居場所を特定する。しかしそこは未だかつて誰も出てきた者はおらず、全容が謎に包まれた秘密監獄、悪魔の砦だったみたいなね。いや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 、なんかね、血の質が一気に下がったようなストーリーラインなんですけども、まあシルベスター・スタローンもね、ほんと頑張りますよね。あのね、もうおじいちゃんと言えるような年齢、トム・クルーズにしろですよね。え、ほんと頑張るよね。結構あんなもうおじいちゃんみたいな年齢の役者さんたちがガチンコなアクションやりますからね。最近、10月に公開される予定だとね、キアヌ・リーブスがジョン・ウィックシリーズの最新作上映されるんですけど、あれも相当な激しいアクション要求される映画ですけども、ねえ、もうキアヌ・リーブスだってもうどちらかというと、おじさんというよりおじいちゃんに近いですからね。いやー、もうご老体ですよ。ご老タイム。ボロータイムですよ。ね。休ませてあげた方がいいんじゃないですかね。そして、5位は、先週5位と順位は変わらず、王様になれ。人気ロックバンドザ・ピローズの結成30年を記念して制作された青春映画。ザ・ピローの山中沢夫が原案と劇版を手掛け、俳優で舞台演出家の奥井修二が初監督を務めたということでね。いや、これはね、ザ・ピローズっていうバンドを知らないとどうにもならない作品なんで、ちょっとこれはね、僕も全然知らないので、見る予定はございませんということで、でもね、2週連続ランキング残ってるんで、まあまあまあ、そのザ・ピローズのファンがね、足を運んでるってことでしょうか。はい、というわけでね、まあ、今週ミニシアターはこんな感じになりましたということで、いかがだったでしょうか。まあ、来週もね、まあ、ミニシアターはね、なんだかんだで言って、結構たくさんの映画がかかるので、入れ替わりが激しいですよね。はい、というわけでね、ここからは気になる映画ニュース3本をピックアップしてお届けしてまいります。まずは第1本目。新作歌舞伎、風の谷のナウシカ、宮崎駿が OK を出した2つの条件ということで、映画 .com のニュースです。スタジオジブリの鈴木敏夫氏が9月30日都内で行われた新作歌舞伎「風の谷のナウシカ」新橋演舞場12月公演予定の、制作発表会見に出席しました。過去にはハリウッド映画から実写化オファーもあったといい、全部お断りしてきたし、歌舞伎にするという話も嫌がると思ったら彼がやろうよって言うんですよと。原作者である宮崎駿監督が今回 OK を出した経緯を説明。条件が2つあって、1つはタイトルを変えない、もう1つは記者会見をはじめその他のことは一切協力しないってよってもうじじいと、宮崎監督が示した条件を明かしました。協力はしねえけど口は出すってタイプですかね。宮崎監督が1982年に雑誌アニメージュにて連作を開始し、大幅な脚色を加えた長編アニメ化を経て、足掛け13年をかけて完成させた風の谷のナウシカ。宮崎作品またスタジオジブリの関連作品が歌舞伎として舞台化されるのは初めてでしょうね、そりゃ。映画では描かれなかった全7巻に及ぶ壮大な原作を昼の部夜の部通しで完全上映。ナウシカを尾上菊之助、クシャナを中村七之助がそれぞれ演じるそうです。鈴木氏はそばにいてわかるんだけど、宮崎監督にとっては一番大切な作品、本当に丹精込めて思いを全て詰め込んでいる。その後はナウシカの一部を切り取って作品にしたものが多いといい、5年前歌舞伎にしようと考えた張本人の菊之助さんにも、ナウシカじゃなくてもののけ姫ではどうですかと言ったくらいと回想。現在は12月上映に向けた準備が着々と進み、今回は原作の提供で期待する立場、気が楽なんですけどぜひいい作品を作ってくださいと期待を寄せている。会見には鈴木氏に加え、菊之助と七之助、演出を手掛ける G2、 なんだこれ、新作歌舞伎、ナルト舞台、ガラスの仮面などを手掛けた人ですか、松竹の阿鼻子忠代表取締副社長が出席した。鈴木式の言葉を受けた菊之助は武者震いしておりますと背筋を伸ばし、生みの苦しみを味わいながらジブリ作品に寄り添い、歌舞伎ファンジブリファン双方の皆様にご納得いただけるよう、ラグビー日本代表ではありませんがワン・フォー・オールオール・フォー・ワンの精神で一座が力を合わせて作り上げていくと意気込みを語った。風の谷のナウシカにこだわった理由は、原作の壮大さと深いテーマ性だったといい、エネルギー問題や環境問題といった現代的な題材が古典歌舞伎になるとどう化学反応を示すのか楽しみ。ナウシカを演じることについては可憐さが課題、ナウシカの成長物語でもあるので、昼夜を通してお客様にもお付き合いいただければと話していた。新作歌舞伎「風の谷のナウシカ」は12月6日から25日東京新橋演舞場で上演。脚本は思い出のマーニー、コクリコ坂から仮暮らしのアリエッティ、ゲド戦記、海が聞こえるに携わった丹羽恵子が担当するそうです。いや、びっくりしましたね。ナウシカが歌舞伎っていうのもね、どういうなっちゃうんでしょうね。いやいやいや、全然こう、なんていうかこう、合わないでしょ。歌舞伎とナウシカってさ、いやー、違う、もう全然合ってないような気がするんだけどね。どうなんですかね。ただ、ちょっと興味ありますよね。興味あるというか、ちょっと見てみたいなとは思うんですけど、まあ、ただね、これをきっかけに、歌舞伎を見る人たち、歌舞伎にね、触れる人たちが増えるというか、今まで歌舞伎に見向きもしなかった人たちが、まあ、ナウシカをね、ナウシカっていうことで、ちょっと歌舞伎にスポットが当たるっていうことでは、これはね、歌舞伎界にとってはいい試みだったと思いますね。まあまあ、原作の壮大さや深いテーマ性というよりは、やっぱりこのアニメファンをね、日本を誇るアニメファンを、数の多いアニメファンを、歌舞伎界に取り入れたいみたいなね、そういう思いがあったんじゃないかと思うし、で、まあ宮崎駿監督にとってもナウシカっていうのは思い入れが強い作品だったそうですね、と書いてありますね。宮崎駿もね、知ってる人は知ってると思うんですけど、ルパン三世、カリオストロの城があれほどの傑作が大こけしたんですよね。あれがこけたことによってしばらく宮崎駿は監督業を干されていたんですよ。で、もう何年ぶりに手掛けた作品、要するにもう絶対次は失敗できないという背水の陣で臨んだのがこのナウシカってことになるんでしょうけど、まあそれだけにね、思い入れが強いっていうのも分かりますよね。これがなければ今の宮崎駿はなかったのかもしれないね。いや、もしさ、このナウシカがね、歌舞伎で大成功を収めたら味を占めて、まあいろんなもんやるんでしょうね。もうこれほんと歌舞伎かよみたいなさ、題材でね、そのうちドラゴンクエストとかゲームまで手を伸ばしてきそうな気がしますよ。はい。じゃあ次のニュースいきましょうか。スパイダーマン MCU に残留、第3弾は2021年7月に全米公開、映画ナタリーのニュースです。スパイダーマンがマーベル・シネマティック・ユニバースに残留することが分かりました。今年8月に MCU からの離脱の可能性が報じられていたスパイダーマン、ソニーピクチャーズエンターテインメントとウォルト・ディズニー・スタジオが収益配分などにおいて交渉を決裂したためだと言われている。しかしデッドラインによると、両社は新たな契約に合意。ソニーピクチャーズエンターテインメントとマーベルスタジオがスパイダーマンファーフロムホームに続く第3作を共同で手掛けるという。3作目は2021年7月16日に全米公開予定。マーベルスタジオ社長のケビン・ファイギは、スパイディの MCU の旅が続くことを嬉しく思っています。マーベルスタジオの私たち全員が作業を続けられることに非常に興奮していますと声明を発表したということでね、これはもうね、ファンの皆さんにとっては朗報中の朗報じゃないでしょうか。いやーねー、このスパイダーマンが MCU から離脱とかちょっとね、今までじゃあ何だったんだって、結構ね、スパイダーマンって重要な位置を占めてましたよね。それが姿を消すって、まあこれファンは納得できないですよね。っていうか、こんな形で、作品をないがしろにしてほしくないというか、ね、これ失礼ですよ、作品に対してね。まあほんとね、いやね、アメリカってこういう利権ね、契約も大人の都合だらけじゃないですか。本当にね、こういうところは資本主義のなんていうか、悪いとこですね。資本主義の短所がもろに出てますよ。まあ結局金で揉めたわけですからね。まあみっともないな、こんな大企業がこんなことで揉めるな。収益配分などで揉めて交渉決裂ですもんね。いやー、ファンをね、完全に舐めてるっていうか、ないがしろにしてますよ。とはいえね、まあなんとかね、仲直りしたみたい、復縁したみたいで、よりを戻したみたいでね。まあこれはファンにとっては良かったなとは思うんだけど、なんかちょっとプロレス臭いな、みたいな。まあこんなことで、こんなやり方でね、話題性を集めたとはちょっと思えないんですけど、まあなんだかんだ言いながら、結構こう話題になったってこう多くの人たちの注目集まりましたからね。まあある種のプロレス的な意味合いを感じないでもない。はい。というわけでね、次が最後のニュースになります。ファティ・アキンが連続殺人犯を描く屋根裏の殺人鬼フリッツ本家2月公開映画.comのニュースです。女は2度決断するなどで知られるファティ・アキンの監督作ザ・ゴールデングローブが屋根裏の殺人鬼フリッツ本家の放題で2020年2月14日に公開されます。本作は1970年代に実際に起きた連続殺人事件の犯人フリッツ本家についての物語。夜な夜なバーに行っては孤独な女性に近づく本家の姿が描かれます。本家を演じるのは舞台を中心に、ドイツで活躍し、僕たちは希望という名の列車に乗ったにも出演したヨーナス・ダスラー。毎日特殊メイクに3時間かけ、折れ曲がった鼻や特徴的な斜視、極度の猫背などを再現した。屋根裏の殺人鬼フリッツ本家は東京ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほか全国で順次ロードショー予定ということで、はい、皆さんね、フリッツ本家って知ってますかね。まあ知らないよね、普通知らねえよな、これ。いや、むしろ知ってた方が怖いわみたいなね。まあフリッツ本家っていうのはね、まあかなりやばいシリアルキラー連続殺人鬼なんですけど、まあ、この人ね、女にね、まあ、口でやらせるんですよ。口わかる？口でね、オーラルなんちゃらね、口でやらせるというかね、もう口じゃないとな、女の口じゃないと興奮できない、まあ、いわゆるあっちの不能者なんですよ。で、すごい背も低いんだけど、165センチぐらいなんじゃないかな。まあ、小柄な自分よりさらにこう背丈が低い女が好みで、なおかつ歯がない女じゃないと受け付けなかったんですよ。歯がない女に口でやらせてたっていうね。もうさ、変態ですよね。まあだけど、歯がない女なんてね、おばあちゃんじゃないんだから、そうそういるわけもないから、まあしょうがない、普通の女を連れ込むわけなんだけど、まあそれだとね、どうにも立たなくて、まあそのことで笑った女をね、まあ、殺しちゃってたらしいですよ。で、その、腐敗した死体と遺体と一緒に生活してたっていうからね、まあ、かなりやばい人なんですよね。まあ、屋根裏のって書いてあるから、きっと屋根裏に死体隠していたのかな。僕の動画でもね、今までも何人かのシリアルキラーの映画を扱ってね、レビューしてきましたよね。最近だと誰やりましたっけ、ジェフリー・ダーマーの映画ね、タイトル忘れちゃったけど、ジェフリー・ダーマーの映画のレビューしましたし、あと、チャイルド44にはアンドレ・チカチーロをモデルとした殺人シリアルキラーが出てきました。いや、なんだかんだ言いながらね、僕、シリアルキラーが出てくる映画大好きでして、実在のね、シリアルキラーを描いた作品っていうのは結構好きでいろいろ見ているんですけど、まあ、このね、フリッツ本家もなんだかんだ言ってね、多分見ると思います。いや、それ見るでしょ。シリアルキラー大好きだもん。ねえ、思えば僕の書く小説、ドイツデカなんかもそうだし、結構シリアルキラー、いろんなシリアルキラーが出てきますよね。まああれはね、あれら、僕の描くシリアルキラーっていうのはやっぱりね、実在のシリアルキラーをモデルにしてたりすることも多いんですよ。ね、ヘンリー・リー・ルーカスとか、デッド・バンティとか、エド・ゲインとかさ、まあ、そこら辺かなり有名ですけど、このフリッツ・本家とかね、まあそこら辺もこう、アンドレ・チカチーロとかね、大好き。まあね、シリアルキラーの皆さん、まあ、僕、あなたたちが大好きですけど、でもあなたたちにやっぱ一言言いたいことがある。人を殺してはいけません。もしこの動画を気に入ってもらえたら、高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック。iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。